どうもこんにちは、っか塾の久保です。えー、広島でですね、久しぶりに私がリアルセミナーをやろうと思います。まあ私のセミナーではなくてね、まあ人をお招きして講演会をするって形なんですけども、スピーカーの方は今3名の方にお願いして、えー、快諾を得てるところなんで、まあきっとね、素晴らしい2時間になると思うんですよ。で、テーマは NFT ですね。思ってる NFT ね、ちょっと稼ぎますね。うん。 これがずっと稼げることが分わかりません。そもそもずっと稼げるビジネスなんてないわけですから、<laughs> いろいろと手を変え、品を変え、変化させていきながら、稼げるようにしていくというね、手を加えることが必要です。NFT も、単なる NFT というものがボーンとあるだけではどうにもならないんですよ。その NFT をね、何に、もうこう、電子証明として埋めり込ませるかってことになってくるわけなんですよ。まあ、例えば、何の変哲もないね、絶対に価値が出ないだろうってものに NFT を埋め込んだところで、それは儲けようがないですよね。でも、例えばですね、 ある有名な作家さんがまだ卵時代の頃に書いたオリジナル作品に NFT を埋め込んだらこれはニーズが高まると思うんですよ。あとはスポーツ選手とかですね。まだスポーツ選手があ、まあ、練習生だったりとかね、昼間見てない頃に何らかの形で NFT ってものを埋め込んでおくとその人が有名になった時にドーンと価値が上がるってことになります。よく同窓会でなんかね、サインもらっといたら今のうちに えー、もらっといたら価値が上がるんじゃないのみたいなね。えー、そんなことを聞いたことがあると思うんですけども、えー、小説家の卵とかね、漫画家の卵。まあ、こういったのに、うん、もしね、クラスメートにいたらサインをもらっておくみたいなね、冗談かもしれないし、もしかしたらって気持ちがあるかもしれませんし、そういったものを NFT でやっておくってことなんですよね。この NFT の加工っていうのはそんなに難しくないんで、私も今度ね、えー、トライしてみようかと思うんですよ。まあ、何を隠そう、私も AI アートのアーティストですから、ここに NFT を埋め込むことによって、も、ま、う、あ、私のね、 アートが価値を帯びることか分かりませんけどもまあでもねなかなか面白い作り組みじゃないかなと思うんですよ、うん、で私もその動画をたくさん出してますから言ってみれば動画クリエイターなわけですねその中で再生数が10万回以上取れるような動画っていうのは NFT を埋め込むことによって、えー、その動画がねコピーされた時にそこからも収益をこう得ることができるみたいな仕組みも作れるんじゃないかなみたいなねとにかく NFT を勉強するために、うん、あ10月の23日日曜日、えー クリスタルプラザ、広島ですす。ね。平和大通りり沿いにありますこちらの方でね、ちょっと2時間ほど設けまして、私も勉強してみようかなと思います。で、現在のところね、参加者の方が5名ぐらいは、ちょっとこう、決まっていると言いますか、あ行くよっていうふうな連絡を受けてるんですけども、契約したわけでもなんでもないんで、もしかしたら当日来ないかもしれませんけども、まあでもね、何名かはいらっしゃるんだろうなと思いますね、えー。ということで、NFT の事業、私50代になって、これちょっとね、 えー、数字を通していきたいなと思いますね。まあ、FX はもうあと繰り返すだけなんで、えー、どうってことはないんですけども NFT はこれからどのように扱っていくかどのようにソースエッセンスを伸ばしていくかってことによってものすごく大きなね、えー、リザヤンになるかもしれませんし一過性のなんだかよく分かんないような立ち入れちゃったよみたいなねなんだっただあれ,あれみたいなことになっちゃうかもしれませんね。うんまあ、どうビジネスを育てていくかそれに尽きると思います。えー、ということでね広島参加ご希望の方 また楽ししみにしておいてください、えー、もうすでに、えー、予約は取れておりますので会場に来ていただくだけでございます特に事前連絡は言えませんので入場料もかかりませんので NFT に興味がある方そしてっか塾の塾生さんに会,い会ってみたいなって方はねいらしていただければと思います、えー、広島県、えー、広島市、えー、中区平和大通り沿いクリスタルプラザ2階 とといいうことでござま何の間だったかなエメラルドだったかなちょっとそこはちょっと忘れましたけどね。まあ会場取撮ってますんでよろしくお願いします。えっと、エメラルドですね。エメラルドです。これ予約表です。会場費ももう結構かかりました。会場費。お楽しみに。